はい、よい風景です。今回8回目の冒険の続きになるんですかね。なんか回数覚えてないんですよね。まあっていう感じらしい。で、なんか巻物が割と困った時の巻物ね、が2つあって、で、聖域も2枚あると。で、今度の巻物の、祝福付きがあって、お祓いの巻物が1枚と。割といい感じですね。識別の中身は何もない。変化は？なんか、何か入ってますね。とりあえず、このままにしておこう。で、この階層でまたやられるかもしれないと。まあ、っていうのも、おにぎりが、いるんですわ。即折りした方がいいかもしれない。あのね、やられることあるからな。あ、店か。見越した。マジか。ちょっと待って。獣王。獣王いっぱいか。ちょっと待って。これなんだろう。ちょっと待って。何が出てない？ちょっとわかんないね。覚えてないんだよ。炎上は出てないな、多分。で、なんだろうな。なんか、天の恵みとか、恵みが出てない気がする。識別しちゃおうか？まあ、買っていってもいいかもしれん。で、よく聞きはいらんか。場所替えは欲しいね。持ってきたいぞー。ちょっと変化割ってしまおうか。銀の矢はいらない。鉄の矢、買っとくか。これは翡翠。ちょっと待った。ちょっと待ってください。こいつは、識別します。サビオケか。よし、買っていくぞ。で、毒消し、毒は受けてない。毒消しが、これはさ、俺のやつか。だな。なるほど。なんだっけ、ちょっと待って。ちょっと待った。力の種か、今の。これ家にして、じゃこれまず買います。よし。作業系は重要だな。で、見返し欲しいね。どうするか。とりあえず回るか。どうする？とりあえず回った方がいいだろうか。だなぁ、見返しは絶対欲しいよな。よし、じゃあ行こう。ちょっと握る変化怖いんだが、ちょっと待って。矢打っていくか。ちょっと待った。欲見えとかあるんだな。欲見えつけてみっか。あ、いや、とりあえずここでは、矢を稼いで行ったりはしないと。あ、ちょっと。ここ嫌だ。怖いね。なんか必要以上に怖がっていった方がいいような気がする。と思うんですよ。てかまあ、本当に運次第だよな。なんか出会い頭で回避不可能な時とかありますからね。まあ、本当にね。怖いですわ、握りは。ああ、本当にね、参るよね。ジェットイノシシか。探索することになっちゃったな。三河市の盾があるんだからな。ちょっと持ってきたいよね。あれは、どうしても。で、サブ装備を作るか。サブ装備っていうか、今持ってるやつをサブにして、メイン装備を作っていこう。これを置いておこうか。あ、もしかしたら使うかもしれない。いっぱいにな。ちょっと下手にこういう時は通路に入らない方がいいです。階段そこね。あ、ちょっと待って、嫌だなこれ。で、ですね。こんなところなのかな？あ、
遠いんだこれ、階段すごい遠いんだ。うわ怖いなこれ。もう少しあるから見よう。ちょっとしつこく見る。ちょっと待ってください、モニターの調子が。はい、いやーなんか S 端子ってのはあんまり良くないですね。なんて言えばいいのかな、 S 端子っていうのはなんて言えばいいのかな、耐久力がないっていうかね、端子のなんて言えばいいの接続部分、これなんでしょう、銅の杖か。どうする、ちょっとここで待つ。いいやつが来た。爆弾か、いらん。上には何もないような気がする。よし、じゃあ三河社の盾を、買って、あーちょっと待ってよ、ここで合成とか無理なんだよ。封印合成してみる、やってみよう。お、えらいぞ。よし、封印が、12回ね。よし、じゃあもうクソ、いやー怖い怖い、やだわー。まだ運が良かった、まだ運が良かったというか、かなり運がいい運が悪い時っていうのは大体どんなものか分かってますからね。で識別にこれ入れちゃおう。なんだろう、炎上かで、三河市買っていくっていう感じにしておくか。よし、じゃあこれ買ってきます。いいお客だわ。じゃあ右から回っていくか。まあ通路が、直線なんで歩きやすいはず。まあ慎重にやりますよ。何がともね、慎重にやるのが一番なんですけど、なかなかそうはいかない時ってもあるんですよね。本当に。まあ、この階層さえ抜けてしまえば、しばらくは、握り系の恐怖に覚えることはない。よし、じゃあ、待って、おにぎりが左の方にあるか。じゃあ、そこまで行くか。怖いけどね。あ、やうちゃった。なんか出現確率低いのかな、あの握りなんだっけ、あいつは握り親方か。握り親方は出現確率低いかもしれないですね。あんまり出ない、助かるわ。あんまり出ないときに、あの、なんだっけ、あの、出会い頭でおにぎりっていうのは相当運が悪いよな。そうなると。まあ、どうしても運は必要ですわ。で、これって、名前なしか。まあ、こういう装備品がね、あるんですよね。メイン装備って言えばいいのかな。作れるんだったら作っていきたい。で、合成はまだできるんですよね。な、妙な合成されなければいいんですけど、よく見え。まずそうなおにぎりか。どうするか。どうする、とりあえずいいか。あ、マジか。よく見えつけたまんまだ。封印とか使いたくないぞ。だけど使わざるを得ないか。ちょっと倒せるとは思えない。封印使おう。で、腕を外す。ちょっと妙なことで。やられたくない。大砲多分欲しいね。
どうする？ちょっと回るか。ちょっとこれは。あれ、なんで、なんだハレヘイやってこないんだ。てか、すごい耐久力だったな、あいつ。な、そう。いやー、いやいやだね。いやいすごい。いや、待って、こいつも相当嫌だろ。怖い。ちょっと、これも早めに行った方がいいな、この階層は。アイテムがあるけど、ちょっと横につけてみよう。ちょっと嫌だな。こいつどうするか。まあ、そんなに大したことない、やばいことにならないだろう。おそらく。よし。いやー、怖いね。ほんと怖い。お祓いか。持ってきたい、お祓い。どうするか。これ食べちゃおう。で、よく見え。おー、あるな、罠。酔い棒つけてってみるか。よし、これでやってみよう。これのがまだ。おっとー、いいぞ。よし。なるほどね、こういう対処の仕方もありか。うわ、てか、後ろから来られたらまずいね。まあ、そしたらまた方法を考えなくちゃいけないけど。てか、出会い頭に攻撃されるのは嫌だね。ちょっと待って、ここじゃダメだ。あー、マジか。ねえ、とりあえず、よし、倒した。で、怖っ。よし。あ、なんだこれ。うわ、びっくりした。まさかのところからやってきたな。ほんとに、まさかだよ。で、ちょっと防御力下がっちゃうからな、これ。危険だわ。足踏みも怖いっつうの。ちょっと待って。ああ、やだ。矢を打っておく。よし。やれやれ。で、左の方を回って。てか、ほんと、そこりしてった方がいいかもしれん、ここは。ここは6でもないわ。ちょっとアイテムあるけどね。怖いな。慎重に行きたい。敵が多いぞ。くそー、どうする？矢で減らすか。よっしゃ。来い。よし。やれやれ。これは？コンボか。コンボはいらん。威嚇鳥。ろくなものがないってことか。よし、じゃあ。大砲の弾拾っていくか。では何を、力の草か。怖えな、ここ。通路がたくさんってのは。怖い。あ、ちょっと待って、装備を変えよう。銃を。下にもいるってわけね。よし。で、嫌だね。ふぅ、ここ罠があるんだっけ。あ、そうかそうか。ちょっと待ってください。じゃ、これ置いておこう。で、これを外して、あ、三河押し付ければよかったんか。まあ、そんな感じじゃなかったか。まあ、とりあえずだ。力の種いらないか。呪われてるしな。まあ、呪いが解けるんだけどね。踏んじゃう。食料は重要。で、あ、違う違う。
はい。で、ちょっと足踏みしてから。焼きおにぎり。これ食べちゃいます。で、ヨイボでいくか。でもこれだったらね、盾飛ばされることないからね。装備してないんだから。まあいいや。あーっと、42ポイントか。すげえダメージだな。後ろから来ないでくれよな。頼むぜ。しぶといんだよ。いやー、出会い頭怖いわ。いや、やだー。よし。罠ないんだよね。じゃあ次行くぞ。獣王刀。さてと、じゃあ行きますかね。